皆さんこんにちは。参議院議員候補の深作ヘスです。実は先日多摩プラザ駅で街頭活動していた時、小学生の男の子に声をかけられました。深作さんはどういう政策を打っているんですか。私もこの質問を受けてですね、まずは給料を上げていきたい、そして私たちの国を守っていきたい、ここを大きく訴えてますというお話をしました。そういたしました。この小学生の男の子がどうやって給料を上げるんですか、これをご質問いただきました。私はですね、この積極財政の転換、これを少し分かりやすく解説をして、この5分ほどですね、いろいろと説明をさせてもらいました。その後にどうやって国を守るのか、これについてもご質問をいただいて、軍事費を上げていくんですかという、こういう本当にね、小学生ながらびっくりするぐらい勉強している男の子で、この軍事費を上げていくんですかという質問に対しても、もちろん私たちの国を守っていくための必要な投資をしていく、これはですね、お伝えをした上で、やはりそれだけではなく外交として、日本が国際社会の中でどういう役割を担っていくべきなのか、外交と安全保障、これを両輪でやっていく必要があるんだよという話をさせていただきました。私たちのですね、マニフェストまで最後持って帰ってくれて、関心を持っていただきました。その時ちょうど、スタッフが近くで私の動画を撮影をしていてですね、その対話の様子、記録に残ってます。ぜひよかったら、この小学生の思い、そして私の回答、ぜひ聞いてみてください。どうじゃないですか。だからね、そうやって私たちの国をね、どうやって守っていく、ね、ウクライナみたいなことにならないように、自分たちでね、国を守れるように力を入れていかないといけないよねってことを今回ね、皆さんに言ってます。いろんなこと、細かいことの中に書いてあるんですけど、でも大きくやってるのは、このところ私たちの生活のため、お父さんお母さんもお仕事して、それは、ね、生活のためにやってくれてるから、生活を良くするために給料を上げようよっていうのと、国を守っていきましょうねっていうことを言ってます。今まで国がね、これまでやってきたことっていうのは、決まってるね、予算があるんですよ。その中でうまく分配をしましょうっていうのをね、国が言ってたんです。で、それで、じゃあ例えば100円あったら、じゃあ1円はこれに使いましょうとかって、この中で100円を超えないようにしましょうねってやってたんです。でも私たちはそうじゃなくて、今予算は100だけど、国って実はお金を作れるんですよね。だから、じゃあそこを120円にして、150円にして、ここを大きくすることで、いろんな人がいろんなことに挑戦したり、新しい産業が生まれたりするようなことをやっていこうよって、今までとは全く違うやり方なんですけど、それを積極財政って言います。で、それの積極財政の転換をするってことをやっていかないといけないよねっていうのね、今まで言ってた、そのこの同じ学の中でこうやって切り分けてやり方で30年間以上やってたんだけど、それで給料が上がってないんですよ。むしろね、下がってしまってて、それをね、新しい方法を取っていかないと変えられないよねっていうことで、積極財政っていうことに対していきたいと思います。すごい重要な視点です。すごい重要な視点、それね、両方やらないといけないんです。合わなくて、もちろん世界の中で、例えばナイフばっかりを持ってる人の中で一人裸んぼでいたら襲われちゃうかもしれない。だからその中でナイフなのか棒なのか何か分かんないけど、やっぱりそこでね、力を持っていくことがすごい大切なんですね。だからね、それはやっていかないといけない。でも、じゃあ裸でいても、いやー、あの裸でいる彼は誰にも尊敬されて、絶対殴りたくないよねって人だったら絶対攻撃されない。だから、それは両方ともやらないといけなくて、それがね、この外交って呼ばれるのが、その攻撃されないために自分たちの国を、そういうふうに、まあ、立場を作って、それが外交で、安全保障って呼ばれるのが、ユンスであったり、力を強くすると、これをね、両方バランスよくやらないといけないんだ、とっても重要な指摘だと思います。防衛力にお金は、今の予算、国家予算と同じなんですが、今と同じ予算ってこと？はい。要はね、これは上げることは考えていいと思います。はい、うん、まあ、やっぱりその今ね、社会が、日本が、はい、だけが、どんなに平和を訴えてもダメで、世界の他の国々がね、はい、どんどん強くなっている中で、はい、うん、そうしたら日本もね、どうやって自分たちを守っていくか、そこに対してちゃんとお金をかけて、力をつけていかないといけない。
すごい重要な指摘です。さっきの、ね、外交と安全保障、それを、ね、ちゃんと理解されてるから、そういった視点でぜひいろんな政党も見てみてください。とってもいいですね。すごいね。ありがとう。すごいね、でもね、ぜひ一緒に国を良くするために頑張りましょうね。ありがとう。どうもありがとう。私たちのですね、マニフェストまで最後持って帰ってくれて関心を持っていただきました。この10年後20年後に彼と出会って一緒にこの日本の未来を作っていく、日本の未来を語っていくというのが本当に楽しみになりました。この多くの方々が若い人は政治に関心がないとよく言いますが、本当に若い人からも、そして小学生の男の子からもいろいろと声をかけていただいて、私たちの日本の未来、これを考えている人たちと一緒にこの夏の参院選しっかりと戦い抜きたいと改めて決意を新たにしています。